準備をしていますが、ただいまからこの昭恵たちには皆さんの足の方向へ挨拶に行ってもらいます。その前にですね、こちら前の方に緑の線ロープがですね貼ってあります。じゃあ立ち席となっておりますので、ぜひねこちら前の方までお越しください。さあそれでは早速この子たちには皆様の足元を通って挨拶に行ってもらいましょう。では昭恵たち、いってらっしゃい。これでちょっと緑の線から出ないようにお願いします。さあそしてですね、アヒルたちが行進している間のお願いなんですが、アヒルたちとても臆病な性格をしているので触らないようにだけお願いいたします。ちょっとびっくりしてしまいますのでね、アヒルたち近くに来ても触らないようにだけお願いいたします。優しく見守ってあげてください。さあそれではですね、あの皆さんの足元を挨拶に行ってもらったんですが、早速一つ目のコーナーに向かいたいと思います。まず最初のコーナーはですね、このアヒルたちの特技を皆様にご覧いただきたいと思います。このアヒルたちの特技、意外と早いね、足が得意なんです。さあ、といってもですね、水鳥といって足に水かきがある生き物なので、走ったり歩いたりするのは実はあまり得意ではないんですけども、ここマザー牧場のアヒルたち毎日練習をしているので走るのはとっても上手なんです。さあ今ですね、アヒルたち池の後ろにスタンバイをしてくれています。そしてこのイケメンアヒル全力で走ってくる姿、今から皆さんにご覧いただきたいと思うんですけども、アヒルたちちょっとね、足遅いかなと感じる方もいるかもしれませんが、必死に頑張ってくれるので応援お願いします。それでは早速いってみましょう。アヒルの全力疾走のスタートでーす。さあ、それでは皆さん頑張ってくれたアヒルたちに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ボイこっちだよ。ボイしないの。まあ、頑張ってくれたのでよろしくしましょう。ではですね、この池に入った子たちには池から上がってもらって、もう一度皆様の足元を更新してもらうんですが、池に入った子たちですね、今足濡れております。この状態で靴踏まれるとさっきよりも汚していくので、先ほども言いましたが、やっぱり踏まれたくないという方がいましたら、アヒルが来たら必死に抜けてあげてください。アヒルも割引があって踏んでいるわけではないのでね、じゃあご了承ください。さあそれではですね、アヒルがもう一度更新を再開したところで、アヒルの豆知識を皆さんに紹介していきたいと思います。このアヒルの豆知識なんですが、アヒルのオスとメスの見分け方の違いをですね、今からご紹介していきたいと思います。これポイントは3つございまして、このオスとメスの見分け方の違いをですね、今からお知らせさせていただきます。聞いていれば皆さんの音にあったアヒルがオスとメスの見分けられるようになります。さあまずはですね、このアヒル、今元気よくガーガーガーと鳴いていたんですが、これ元気よく鳴くアヒルというのはメスのアヒルなんです。ではオスはどういう風に鳴いているのかといいますと、ちっちゃな声でクイクイクワクワと耳を澄まさなきゃ聞こえないくらいの声でしか鳴くことができないです。さあそして次にですね、皆さんのアヒルのくちばしにご注目してもらいたいんですけども、アヒルのくちばしの根元の方から黒くなっているアヒルが何羽かいたと思います。このくちばしが黒くなるアヒルというのはメスのおばあちゃんのアヒルなんです。けれどもメスのアヒルだけ日光を浴び続けると、だんだんと人間のシミのようにくちばしの根元の方から黒くなっていくんですね。ですので、この村の中に何羽かくちばし真っ黒なアヒルがいます。この子たちは大ベテランのおばあちゃんアヒルなんですね。ただ、メス、深い時はくちばし黄色いんですけども、オスのアヒルはくちばしずっと黄色いままなんですね。さあ、そしてですね、この大行進が始まる前にですね、私言ってみました、大人になったばかりのアヒルたちですね、生まれてから約生後約3ヶ月のアヒルたちがですね、この群れに混じっているんですが、その子たちの生まれ方としましてはね、この子なんかね、口がしないからちょっと薄い耳をしているところですね、僕は大人になったばかりのアヒルたち混じっているので、ぜひ探してみてあげてください。さあそして次にですね、オスの見分け方も紹介していきたいと思うんです。